サブさんの映画は僕はずっとすごい初めの頃からファンでいて、まあ、いつか一緒に出たい、あの人の映画に出たいなと思った時に、ちょうどマンデーっていうので、前回のマンデーっていうので出してもらって、その時はワンシーンだけだったんで、そんなになんか、まあ、サブ映画に触れたみたいな、しかも喋らない役ぐらいの映画だったんだけど、まあでも今回みたいに、こんなになんか、どっぷりとやれたのは初めてだったし、でももうすごい好きな、映画でもあり、すごい大好きなサブファミリーの人たちとここまでなんかどっぷり使ってやれたのがすごい嬉しかった。ワンカットワンカットがまあ早いなっていう印象がありますよね。すごいスムーズに進んでいく。ファンキー強いファンキーじゃないですか。ポッタリのファンキーというか、なんか一本通してそのノリだったりとかもするし、結構なんか今までそれだけっていう役はなかったから、ああいうふうに朝倉の義理の母親に、まあ、短歌切るところだったりとか、ああいうふうな自分がずっと ああいうふうに人に感情をぶつけるっていうシーンとかは今までなかったなと思ったし、結構強い役っていうかね、そうですね、激しい役、まあ、激しい感情をぶつける役っていうか、